ヨゼフ・マリア・オルブリッヒによって装飾が施されたグランドピアノ、コブレンツのカールマントピアノ工場製カールマントはドイツのピアノ製作者であった。ラインピアノ工場 AG の広告カールマントの経歴に関する情報はわずかである。彼の父はコブレンツ近郊のホルヒハイムの差し物師、ワイン醸造家であった。彼の邸宅の近くにベルリンの銀行家、 メンデルスゾーンの別荘があり、時折、フェリックス・メンデルスゾーンが訪れていた。メンデルスゾーン家は、最初にカールマントの兄弟ニコラウスに、ウィーンで音楽とピアノ制作の知識を深めるよう、働きかけた。しかしながら、ニコラウスが病気になると、カールがウィーンへの旅を始めた。カールは1827年か1835年まで、ウィーンで、 ピアノ製作者として働いた。帰郷後、カールはコブレンツで自身のピアノ製造会社を設立し、この会社はその後数十年もの間大きな成功を収めたアレル。そのため、マントは宮廷御用達称号を得て、彼の会社を自信を込めて19年間最高賞のみを受賞している世界唯一の工場と呼んだ。1909年、マントの会社は、 コブレンツを拠点とするピアノ製作者、ハインリッヒ・クラウスによって買収され、同年にライナ社ピーパーの40ファブリック AG となった。会社は1911年にケプラーによって買収され、1928年に生産が終わった。カールマントの現存する楽器の大半は個人によって所有されている。コレクションはエーレン・ブライトシュタイン城塞にあるコブレンツ州立博物館で、 維持されている1900年頃に建築家、デザイナーのヨゼフ・マリア・オルブリッヒによって設計された独特なデザインのグランドピアノはベルリン楽器博物館に展示されている。この八角形のマント・ールブリッヒ、グランドピアノには他のモデルも存在し入り組んだ装飾を持つ黒色モデルはダルムシュタットのマシルデンホヘにある。カール・マントが特許を取得した。 ベルグランドピアノおよびエックフラゲルはとりわけ特殊である。これらの特に小型のグランドピアノは場所を節約するために部屋の角に置くことができる。ありがとうございます。